皆さんこんにちは、元気ですか？私は元気です。柔道家は朝日のソロです。そしてレイモンです。奇跡が鳴り始めちゃった。今日は曲が鳴り出したんだけど今日は足利フラワーパークに来ています。レイさんとユウトも一緒です。ちょっと音がうるさいんですけど、足利フラワーパークを堪能していきたいと思うので Vlog にしたいと思います。じゃあ行きます。シュッてやって、シュッ、こっちこっちやって。おです、ね、空飛んでるみたい。このまま置いていこうぜ。綺麗だな、うん、綺麗だね。何で先に言ったの？なんかアイリーンが急になんかこの置いてこうぜって。そんなこと言ってない。そんなこと俺やめようよって言ったんだけど、ね、そうやって人のこと売る目でもう違うよ。そんなことしてないよ。すごいんだけど、ハスの花かわいいって言ってなんつった？どこの人なの、まあ、本当に何時代の人ですかって。仏教の花ですけど、魚インド以外にね。鯉なのこれ。金魚だよ。金魚？携帯落としそうで怖いよ、ね。ちょっと今思った。ね。下覗き込んだ。危ない。え、動いてるよ。金魚動いてますよ。あ、そうですよ。お前が一番悪い。私ですか？いやいや、先生置いてったのに関しては間違いない。バレてた。モグラか、確かにその反応よ。モグラでしょ。あ、イワザルがいます。可愛くない？お猿さん可愛いわ。キカザルおった。ここにキカザルおった。気づかれるまでちょっと時間あったら恥ずかしかったでしょ。全然栃木ってキツネ有名なの？まあいるだろうけど有名かどうか。あ、那須の方にキュウリのキツネの伝説がある、うん、これはウリボウだ、イノシシ。スノーハウスだから、ね、まあ、あれだね。何が？メインのやつは戻る。じゃあちょっと泣きます、そろそろ。一生前菜食わされてる気持ちだった。その周囲をぐるってやる。 あれなんだ、これタヌキじゃん。あ、さすがにこれはタヌキ。え、レッサーパンダじゃないの？え、レッサーでしょこれは。だって尻尾シマシマだよ。あ、そう言われるとタヌキの尻尾がシマシマかどうか。ほらほらほら、絶対レッサーだ。レッサーパンダかタヌキじゃない。いや、え、パンダでしょ。めっちゃ綺麗。これはメインのやつですか？これがメインの奇跡の富士。暗くて見えないかも。すごい、めっちゃマジで綺麗。暗くなっちゃった。すごいです。こんなんなってんのか分かんない。入った？あ、よし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 。ねえ、分かりづらい。ああ。時止まったな、今。オッケー。失礼します。何をお願いされましたか？恥ずかしいんだけど、みんなが幸せになれますようにって言いました。素晴らしい。めっちゃ熱いんだけど、やめてもらう。ほら、
めっちゃ綺麗です。なんかインカメで撮った方が綺麗になんか。すごくない？超綺麗。ね、マジ綺麗。いい感じです。外からのがめっちゃ綺麗かも。確かに。あ、いなくなったわ、人いた。同じことしてんだから。お互いを取り合うっていうのがおかしくない？レーモンが見たら 7.6 メートルのツリーを見に行きます。ここも綺麗だね。これがの富士の、あ、ここでさ、チャンリコ写真撮ってたよね。そうだっけ、見てたの。そう、これ曲がるんじゃない、これ、曲がるんじゃない、これがなんか紅なんだし、今キバナ富士のトンネルの途中でこっちだ。そう、今から行きます。行きますか。テープの長さは何センチですか。いや、あったね、それも。16.7 しかもあれはさ、円柱じゃなくてさ、円錐だから。でもあれ開けば扇形だから。めっちゃ当たり前のことよ。詳しそうなんだけど、ちょっと待って。これこそも動いてくれるやつで。あ、ほらほらほら、見て見て。本当だ本当だ。そうそうそう。そう、本当の金かかね。え？もう一回やって。中から撮りたい。めっちゃでかくない？うん。いや、もう一回やって。いいですか？うん。恥ずかしいね、なんか。恥ずかしいです。恥ずかしいね。かわいいね、ゆうと。はい、いいよ。ねえ、その顔やばいよ。はい、チーズ。オッケー。めっちゃ綺麗ね、すっごい綺麗。好きなものです。今からフラワーキャッスルに。あー、すごい人多い。あー、綺麗。足じゃないの？え、これじゃないの？え、踏むの？いい、どっちもいいわ。行きます、行きます。え、希望ね、希望。青がいい、青がいいの。来い。お、おー、でも黄色いいよ。笑顔が溢れます。笑顔が溢れる人生になります。ナイスです。意外と長く。めっちゃ綺麗。普通に綺麗。確かに。来い。光れ。うわあ、すごい。最初の富士のエリア、光り方がちょっと。うんうん。動画の方が綺麗だね。めっちゃすごくない、マジで。水面が本当に綺麗。うわー、見た。やだー、かわいい。かわ
いです。マジでなんかじっと見てたら欲しくなっちゃうね。あ、そっちもいいね。これかわいいよね。これいい。何の動物これだけわかんない。シュール味悪くない。フランス人この子だけ。しかもさ、1個だけじゃない。あ、いたいたいた、ここにもいる。ボンジュール結構いいな。ボンジュールやばくない。マリネーズも可愛くない。かわいいかも。サボテンっていうのがさ、確かにトゲトゲでちょっと良いね。いいじゃん。でもさ、このひよこ本当にさ、髪の毛生えてるみたいじゃない。確かに。かわいい。ちょっとゾウさんはちょっと嫌かも。カルバラ買いました。めっちゃ可愛いの。やばくない。いいですね。イエーイ。めっちゃ綺麗です。めっちゃ、あ、暗くなっちゃったけど。あ、これ最初のとこじゃん。そうだよ。全然気づかなかった。すごい、マジで。真っ白な。スタートダッシュかまして割とスルーしちゃったけど。確かに。めっちゃ綺麗です。この生地はメインのやつじゃないらしい。メイン張りに綺麗くない？あとなんか顔に当たんないからすごい過ごしやすい。高さがそう。マジでそうなの。中心に。そう、本当にそう。こんな感じでした。めっちゃ綺麗です。いいじゃん、いい。そう、バレバレだよ、うん、ほら、イエーイイエーイ。え、すごい。これイルミよりエグいやん。確かに。え、5月だって。5月、5月来よう。また今年はね、閉園してたけどね。日立海浜公園、うん、ネモヒラ、めっちゃ綺麗だよ。そう、でも今年さ、閉まってたんや。そうだね、閉まってたね。あ、すごい、いいわ。いいね。そう死んで目覚ましたらこういうとこ歩いてんの。どんな思考なの。見て、めっちゃここがマジで綺麗。ちょっと朝日奈の一押しポイントですね。白富士のトンネルね。白富士のトンネル、本物も綺麗だと思う。本物も綺麗だと思う。写真見たけどマジ綺麗だったから、ね、5月上旬中旬くらい。そう、5月の上旬から中旬ぐらいまでが見頃らしい。また来たいね、その時期ね。来よう、またということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。楽しすぎてエンディングを撮るのを完全に忘れていました。レイさん、ユウト、ついてきてくれてありがとう。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。